どうも、上田Xです。この日曜日にですね、地鎮祭というものをやってきました。引っ越しは決まってるんですけども、引っ越し先の建物がまだ建ってないんですよね。で、もともと田んぼだったところを埋め立てて、地上げして建物を建てる。で、結構手続きが大変なんですね。田んぼをそういう、家とか建てる土地に使っていいっていう手続きもありますし、工事も結構大変で、結局もっと早くね建つ予定だったんですが、結局今から建てるということになってまして、でその際に地鎮祭をやるということで、まあ、とりあえず埋め立てが終わったので、そこで地鎮祭をやりますよと。で、地鎮祭っていうのは何かっていうと、地を鎮める祭りと書くんですけども、まあ神社の神主さんに来てもらって土地をお払いするんでしょうね。細かいことはよく分かりません。私信心深くはないんでね。で、あと家を建てるにあたっていろいろ検討したんですよね。で、言っとくと、スーモカウンターってあるんですけども、そちらに行っていろんな工務店を紹介してもらって、その工務店の中から実績とかを見て、今回周健さん、ヒーデル建設会って周健さんっていうところにお願いしました。周健さんもその地鎮祭には来ていただいたので、その模様ですね。あとマナミックスも出てます。で、今回家を建てるんですが、実は私が建てるわけではないんですよ。まあ、事務所兼家で、私はそこで仕事をし、そこに住むんですけども、はい、ちょっといろいろ事情がありまして、はい、そんな感じですね。では行ってください、どうぞ。今回、家を建てていただく周健さん、はい、社長さん、はい、で担当営業の辻岡です。よろしくお願いします。周健さん、京都市内そこどうせたらあかん、管轄はそこどうせたらあかん、そこどうせたらあかん、そこどうせたらあかん、京都府か、はい、プラス滋賀県南部、はい、今後まあまあご迷惑ならない程度に撮影しながら、はい、まあまあまあ、はい、頑張りかけます。で、周健さんの家がどんな感じになるかっていうのは出来上がったのか、はい、はい、出来上がりもお見せしたいと思いますので、はい、ありがとうございます、はい、今日はおめでとうございます。はい、どうだったでしょうか。今後ね、家が、この地盤調査があるらしいんですけど、地盤調査やって、でやっと建設に入るんですけども、その建設から家ができるまで、できるだけ、細かく動画にしたいなと思ってます。これを見てる方とか、また今後とか家を建てることとかもきっとあるでしょうし、そういう時にね、何を注意すべきかとか、どういうところを見といたらいいかとか、そういうことをねお知らせできたらいいなと思います。多分家を買うとか建てるっていうのは多分一生に一度あるかないかでしょうし、私もそういうのに携われるのはラッキーだなと思ってますし、勉強しながら皆さんにもお知らせできたらいいなと思います。で、ちょっと事務所が片付かないのと、事務所が片付かないというか事務所がないんですけど、パソコンの方もねちゃんとしっかりやっていきますし、基本的にパソコンとか私の好きなものをお知らせするチャンネルとなってますので、よろしくお願いします。はい、本日はこれにて終わります。上田Xでした。